韓中国へようこそ2月27日のニュースをお伝えいたします。アメリカ・バージニア州のラルフ・ノーサム知事はこのほど外国ライバルのクアンティコやペンタゴンなどの軍事施設の近くの農地の購入を阻止する法案に署名しました。バージニア州議会は2月外国ライバルに農地を売ることを禁止する法案を可決しました。 アメリカ農務省が最近公表したデータによると中国の企業や個人はバージニア州のおよそ1.4万エーカーの農地を所有しているといいます。ラルフ・ノーサム知事はホックスニュースとのインタビューでバージニア州では衆議院一同が断固として中国共産党に対抗していると表明しました。我々は 農地を中共に買い取られないようにしなければならない。私が署名した法案は中共がクアンテコやペンタゴンのようなアメリカの戦略資産や世界最大の海軍基地に隣接する土地の購買を阻止できると述べました。中国が外国の土地を大量に購入する行為は世界各国の注意を引くべきです。 西日本新聞の報道によると、日本のおよそ969万平方メートルの森林が、すでに中国企業や個人に買収されたといいます。また、中国山東省出身の女性はこのほど、沖縄県島尻郡伊勢名村に属する無人島、柳葉島を買収したと主張しました。事件は多くの議論を呼びました。 柳葉島は安全保障上重要な土地の利用を規制する重要土地など調査法の対象区域ではありません。しかし、米軍基地を要する沖縄本島を見下ろす位置にあります。そのため、当該女性の買収が事実であれば、中国政府系企業への転売の可能性もあります。また、経済安全保障や 地政学的な観点からの懸念が広がります。